どうもみなさん、日本語で実況プレイをしているアメリカン、コウテツスティールです。これはマインクラフトですが、マインクラフトじゃないですね。ちょっと違います。なんか二次元みたいなものになっていますね。今回、ゲーム内のチェストの中でマインクラフトプレイできるモッドをやってみましょう。なんかすごそうですね。で、セッブリンクさんという海外の方が作ったモッドですね。彼の動画リンクを説明欄に貼り付けるので、皆さんもこのマップ、このモッドをやりたかったら、ぜひ彼の動画へ進んでください。それでは早速やってみましょう。まずはね、操作方法のことですが、左側と右側クリックすると左と右へ進めますね。そして上、一番上の方クリックするとジャンプ、そして左上と右上クリックすると左ジャンプと右ジャンプできますね。次は近くにブロックがあったら、それ何回かクリックすると集められますね。それ掘り出せますね。せっかくだからこっちの木切ってみましょう。じゃあ右へ進んで何回か、よし。そして次はね、こっちの二次元キャラクターにもちゃんとインベントリーがありますね。ちょっとなんていうかおかしい状態になってますが、これをオープンをすると、この多くの原木が入ってますね。これがその作業台みたいなものになってますね。こうすると木材になりました。自動的に木材になりましたね。次はこうすると棒ゲットしました。次はこっちの棒で何か作りますね。具体的に何か皆さんもうわかると思いますが、ツルハシですね。自動的にゲット。これはね、もう装備済みかどうかわかりませんが、一応こっちに入れると装備できますね。よし。で、次はね、石が欲しいので、石はどこでしょう。多分左こっちかな。いやー、マインクラフトだと真下掘ってはいけないルールがありますが、こっちの二次元マインクラフトだったら大丈夫かな。真下の2個のブロックちゃんと見えますし、じゃあちょっとクリッククリック何回か。いやー、実はね、なぜかね、これ何回もクリックしても掘り出せない。これってもしかしてこの草のブロック、もう草になってますが、さっき土のブロックでしたが草になってますね。これもしかして黒曜石より硬いのかな。で、こっからなんかこっちに戻りたいんだけど、そうするにはね、インベントリーを開いて、こうやってブロックを選択して、こうやってするとちゃんと戻れますね。よし。で、こっちダメでしたらもうちょっと右へ進む。あ、もっと木があるんだね。一応これありますが、これ掘り出すと落ちますね。やってみるやってみましょう。お、あ、水ちゃんと流されてますね。この水の力で、この水の流れで。よし、ちょっと流れが強い。じゃあ、お、鉄、よし。じゃあこれをゲット、もう一つゲット。これでちゃんと石のツルハシ作れますね。よし、違います。よし、作りました。じゃあこれ装備しましょう。そしてこれでやっと鉄ゲットできますね。よし、もう一つで、その鉄のツルハシ作るより、バケツ作ってみましょう。ちゃんとバケツも作れますね。もうこれインゴットになりましたが、別に精錬する必要はないようですね。じゃあバケツは違います。これだね。じゃあこのバケツを装備して、こっちがいますこっち来ると、お、その水ちゃんと、え、やばいちゃんと入ってますね。よし、これ装備して、もう一度クリックするとちゃんと注ぎましたね。面白いでしょう。じゃあ戻りましょう。ちゃんとあの左上の方、何かのお家みたいなものをもう建ててるから、それを見に行きましょう。一応お家みたいなものかな。いや、だってチェストとベッドもあるし、カーペットもあるし、あ、窓ありますね。あとこの木材は床と壁みたいなものになってますね。これ、あ、ちゃんと登れますね。はしご作れるのかな、このモッドで。
で次はね、もし自分も俺もこれ作りたかったら、このようなもの作りたかったら、メニューをこのインベントリーを開いて、この木材を装備してこうやってすると簡単に作れますね。いやどうでしょう、思ったより難しいかも。いや難しくないかな、簡単かもしれないんだけど時間かかるだけ。いやだってこれを置いてからちゃんと登る必要ありますね。本家マインクラフトと違って別に遠くから置けないですね。これって先の家の屋根みたいなものかな。でこっちの二次元キャラクターは具体的にどこにあるかっていうと、振り返ると見えてきます。こっちのアーマースタンド、この防具盾っていうものでしたっけ、これがあっちのキャラクターになってますね。こいつが動けばこいつも動くっていう設定で、そういう感じで、ほらさっきのお家ですね、そして先ほど掘ったところですね。でこっちのなんか二次元世界があっちの二次元世界になっているから、もしもっとこれ以上のアイテムあっちに置きたかったら、ここに来て、まあこれは今クリエイティブモードだから何でも置けますね。でもこっちの 3D なんか3次元このキューブの見た目じゃなくて、ちゃんとこの2次元このアイコンみたいなものを見なければいけないですね。いやだってこっちに入るとそのアイコンしか見えないですね。だからもう一度こっちに来て何がいいでしょう。あーいや階段だったらこんな感じになるし、別に階段みたいなものにならないですね。どうでしょう、まずはこの看板みたいなものかな。そして次は、あ、防具盾っていうものでしたね。次は何でしょう、キャンプファイア、あ、これも置いてみましょうか。そして普通の原木も置いてみましょう。どこがいいでしょう、まずは違います、こっちに。おいいでしょう、これいらないです。そしてその上にキャンプファイア、隣にちゃんとサインを、いや別に何も書かなくていいですが、よし。そしてこっちに戻ると今持ってるアイテム全部消えちゃいますね、なぜかわからないんだけど。そしてもう一度こっちのチェストに入って右へ進むと何かあるはず、あ、ありますね。いやすごいでしょう、なんかこうやって立派なお家みたいなものを作れそうだね。まあこんな感じですね、なかなか短い動画になりますが、こんなものがあるって皆さんに知らせたかったですね、皆さんに見せたかったですね。ということで今回この辺にしときますね。見ていただいてありがとうございました。では次へ。